2020年のメタバースはすごい。どうすごいかっていうと、昨年の年末ですね、メタバースさんにちょっとご挨拶に行きまして、その時伊藤社長から、前もって言われてたんですけども、自分の作ってきたクランクベイトの世界とスピナーベイトの世界、これをぜひ小森君に継承したい、すごい重たいことを言ってくださるなと。そのメガバスっていうのはやっぱり僕がバスプロになる前から、あって、こっちで33年ですよね。素晴らしいルアーを作ってきた、素晴らしいメーカーなんですけども、実際そういうメーカーと、契約するにこう当たって、こちらはどっちかっていうと、その完成されたすごくいいものがある中でこれを使わせてもらいたいっていう気持ちで契約したのが最初なので、最初はあれからディープエックス200を雑誌に書いたことがきっかけだったと思うんですよね。それで使ってくれてるんだったらっていうことで、僕の親友のイデプロ、生前の時の紹介もあったんで、それで伊藤社長僕の顔を覚えててくれて、で本当はイデ君が来ている時に接点があったらよかったねっていうことで、今イデ君はいないけど代わりに小森君頑張ってくれないかなっていうことを言っていただいて、メガス契約するに至ったんですけども、そういう、僕からしてみればものすごいメーカーなんですけどね、このメーカーで培ってきたことを僕に継承したい、すごいこう重たい言葉だったので心してちょっとハーバーツに行ったんですけども、その時お話しされたのが、メガバスってやっぱ最初から、クランクベイトは、G クランクっていうウッドのクランクですね。でスピナーベイトは V フラットっていうこのスピナーベイト、この2つのルアーから始まったんだと。で、そこからずっとクランクベイトをどんどん作ってきたけども、いろいろ考えてクランクベイトのもう最終形というか原点に変えるというか、原点なのか最終形なのかわからない、そのクランクベイトの完成形を求めていったものを作りたい、それが、新しい G クランクでありたいっていうふうに言われて、で、今こういうスーパー G クランクベイトを作ってるんだ、でこれをぜひ使い方も含めて森君に継承したいっていうふうに、言ってくださいました。その時まだ全然最初の初期のプロトだったんですけども、このルアーのコンセプト、これはですね、しっかり泳ぐことで、何よりも、結構早く巻いてもゆっくり巻いても、バランスよくそのこうアクションが破綻しないで泳ぎ続ける、でボトムに当たってもですね、こうヒラを打つとかじゃないし、ボトムに当たってもそこのボトムをこうガリ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 っとこうアクション破綻させずに泳いでくれる、で障害物に仮に当たっても回避した後もすぐアクションが元に戻る、そういう、アクション重視の、クランクベイトで、ものすごくハイピッチで、ハイピッチでありながら、初期の G クランクはそうだったんですけども、こう上から見るとヌルヌルヌルってこう泳いでるように見えるんですよね。こうヌルヌルっていうと表現がちょっとスローに聞こえてしまうんですけど、カクカクカクって曲がるじゃないし、この角が取れてるクルンクルンクルンって回るように泳いでるように見える、そういうクランクベイトだったんですけど、最初の G クランクは、それに近い、上から見るとこういう感じ、カンカンカンじゃなしにこういう感じに見える、それでいてものすごくハイピッチで、ロールとこのフォーブリングが入ってるっていう、そういうクランクベイトのインジェクションモデルに、乗っかってきたっていうような感じですね。で、さらにですね、この大きさ、このボディサイズ、これも最近ちょっとクランクベイトってやっぱ小柄なものが流行ってると思うんです。理由はやっぱりフィールドがちょっとタフってる、で、タフってることによって、こういうハードボトムの隙間なんかも大雑把に舐めていくじゃないし、ちゃんと隙間にこうルアーを入れていきたい、大きいルアーだと大雑把になってしまうので隙間に入るような、ちっちゃいクランクベイトの方が食いがいい、そういったこともあって、もちろん時と場合にもよるんですけども、小ぶりな方が、比較的コンディションが悪くなっても口を使わせやすい、それに乗っけるためにこの LVO2 っていうこの重心移動システムですね、これを搭載して作った、そういう、新しいクランクベイト、G クランク、これがスーパー G っていうクランクで、これがプロジェクトとして、その時、プロジェクト G として、スタートした感じです。で、実際これ、もうプロトが上がってきて、実際、何度かこうテストに投げてるんですけども、どういうクランクベイトかっていうと、今言った通り、上から見るとちょっとこの、ハイピッチで動いてるんですけど、この角が全部こう滑らかになったような、くるんくるんくるんっていうような感じで泳いでくれて、それでいってものすごくハイピッチ。で、この LVO2 の飛距離っていうのはものすごくて、この LVO2、これ、ここにちゃんとこう見えるようなカラーもデザインされてるんですけども、ここに来てます。これ 0.8 mm のボールベアリング88個入ってるっていう、それで極力摩擦をなくして、で、これ投げるときはね、こう上側にあるんですよ、重心移動システムが。で、従来の ルアーっていうのは、これが移動式なので、従来、もうこの投げる前は下に来ちゃってるんですね。で、よいしょって遠心力投げるんですけど、これは違ってて、立ち上がるときに前にあるこのウエイトが後ろに行くんです。こう今こうカチッって言ってる、このカチッって言った時後ろに行ってるんですね。
後ろに行って、この後ろのこっちに行く力を、まあ、押すというか、なんて後ろからこう瞬発力を与えるんです。これによって弾道性能がものすごく上がるっていう、まあ、こういうシステムになってますね。で、まあ、大体通常のルアーと比べて、この、LBO2 搭載すると大体 20% ぐらい距離は伸びるなと自分では感じてます。ですからこれ 53mm、4分の1オンスっていうウェイトなんですけども、 7g なんですけども、通常の 7g のクランクベイトよりははるかに飛距離が出しやすい、で飛距離が出しやすいってことはキャストコントロールもしやすい、まあ、そういうルアーに仕上がってます。で、あとこの LBO2 のもう一つの特徴は、後ろにこう重心移動が行った後に摩擦がほぼないですから、すぐ前に戻ってくるんですよね。飛んでるときは後ろに行くんですけども、着水するときはもう戻ってるんです、前に。ですからルアーの立ち上がりがものすごい早い。従来のラウンドの重心移動システムだと、後ろに転がったものが前に行くときって稼働させて初めて重心が動いてきて動くんです。だから着水と同時にアクションっていうのはなかなかさせにくかったんですけど、こいつは着信と同時にアクション、これができる、まあ、これもこの LBO2 搭載ルアーの特徴であります。まあ、こういったクランクベイトってブッシュ周りとかカバー周りとか、特に関東ではこうレイダーの周りとかそういったところで使うことも多いんですけども、着水させてすぐに巻き始められる、これは結構大きなアドバンテージが取れるんじゃないかなと思ってます。まあ、あとですね、特徴はまあちょっとこの形を見ての通り、まあ、このようにかなりの浮力を持たせてますんで、まあそのハイピッチが実現しててもこの浮力のおかげなんですけども、まあ、これによる、まあ、障害物回避能力の高さ、それから、まあレスポンスの良さですね、まあ、そういったのもあります。本当使ってもらえれば分かるんですけども、そのボトムを書いていく、このボトムをこうバーッと引っかいていくんですけども、まあ、そういった中でもアクションが破綻しないで、そのボトムに当てながら釣っていくことができる、まあそういったメリットがあります。まあ、ハードボトムにバスはいるんですよね。まあ、関東特に霞ヶ浦北浦行くとハードボトム以外どこにバスいるんだっていうぐらいハードボトムしか釣れないじゃないですか。 でもハードボトムでワーブやったってポツポツしか釣れない。まあ、そこでも絶対バスはいるんですよ。でもクランクベイト巻いてでも釣れない、それ丁寧に隙間隙間を攻めれてないからだと思うんですよね。まあ、これだったら多分飛距離も出せるし、 20% プラスアルファの飛距離も使えて、なおかつボトムに当たった時にアクションが破綻しないで持ってこれるんで、多分今まで以上に確実に魚の、まあ、そのハードボトムをクランキングした時の釣れる魚の数は圧倒的に上がってくるんじゃないかなと思うルアーです。僕もシーズン入るのが楽しみですね。小森さん、はい。でこの、スーパー G なんですけども、まあ、今2種類、一応発売予定です。でリップのこの長いものと短いものあります。短いやつがこれが大体ですね、1.5m ぐらいを普通にトレースして 1.5m ぐらいのボトムを狙って巻いていくにちょうどいいかなと思います。実際には 2m ぐらい、まあ、潜るんですけども、でこっちは、リップの長い方、これ実際 3m 弱ぐらい、潜るんですけども、実際には 2.5m ぐらいまでのボトムを叩いていくのに使ってもらえたらいいかなと思います。まあボディサイズは全く一緒、ウェイトは一緒って感じですね。まあ、このクランク、見てるとクランクベイトの出番っていうのはハードボトムであったりとかするケースが多いんですけども、リザーバーでももちろん出番があります。まあ、どういったとこかっていうと、まあ、シャローフラットですね、サンドバーであったりとか、あるいは、まあ、本湖周りのシャローフラット、まあ、そういったところに今後、まあ、春になってどんどんバスが上がってきます。で、まあ、早い時期はそのブレックサイドのところに魚がまだ出入りしてるんで、まあ、サスペンドしてる状態をミノとかシャットとかで狙っていった方がいいんですけども、フラットの上に完全に上がってしまってカバーまで入りきらないと、要は天気が曇ってる時、雨降ってる時、まあ、カバーまでバス入らないでフラットの手前ウロウロするんですよ。そういったところにベイトフィッシュが絡んでると、まあ、こっちですね、おそらく、この浅い方、こっちを、使ってもらって、1.5m ぐらいのサンドバー、あるいは香港のシャルフラットを巻いてもらえると、まあ、ポロポロっと魚を連れてくるんじゃないかなと思います。まあちっちゃい枝とかが今結構入ってるんですけども、そういった枝でも引っかかってもアクション破綻せずにその枝をうまく乗り越えてくる、あるいはちょっとしたゴミがくっついててもきれいに泳いでくれるんで、まあそういったところもこのルアーの強さであるんで、ぜひ試してもらいたいなと思います。霞ヶ浦のクランキングっていう結構で、僕もレッグアーム、それからモコリクロー、カルフィナロールっていうワームに今代表されてワーミングの釣りは多いんですけども、クランキングって実はかなり昔からやっていて、まあ実際昔はそうですね、まあ、それこそディープ X100、まあ、これは今でも全然釣れます。ディープ X100 はだいたい 1.5m ぐらいのブレークの上から下、ブレークがこう入り込んでるところの上から下にちょっと引っ掛けながら釣っていくような釣りに使っていくんですけど、だいたい釣れるのはそのブレークを通り抜けた中層で食ってくることが多いですね。比較的中層のクランクっていうイメージが強いのがディープ X シリーズです。で200も一緒ですね、
まあ、実際3メーター50から4メーターぐらいのボトムに当てて、ボトムを切った沖ぐらいで釣れてくることがとっても多いです。じゃあ当たった瞬間に釣れるクランクベイトはどういうのが多いかっていうと、やっぱりヌルヌル系のアクション、やっぱりこうなんていうのかな、勝負圧に当たって負けちゃうようなアクションのものが結構多くて、まあ、実際自分が使ってたのはテネシータビーとか、昔で言ったら、あとはホノルは知ってるのかな、みんな。これね、クランクカウルス、このクランクベイト、それからまあこれに近いので言うとディープシルーとか、まあ、そういったクランクベイト、大体系統的に上から見てヌルって呼ぶと使ってたんですけど、G クランク、初期の G クランクもまさにそんなルアーでした。まあ、数がねあんまり持ってなかったんで、貴重なものなんてあんまり投げてないんですけども、実際ですね、あれは2003年か2年の霞ヶ浦でのマスターズ戦の時に、使って北利根のリーズフロントのハードボトムで1本結構でかいのを釣って、単日で3位になったことがあるんですよ。その時に最後の1本でかいのを釣ったのは G クランクでした。その時はいろいろ投入していって、白いクランクベイトが投げたかったんですよ。ちょっとベイトフィッシュっていうか入ってきたシラウが見えてたんで、あ、これ白いクランクなんかあったかなと思ってみたら G クランク白だったんで、これ投げてみよう、なくなったら困るけどと思って投げたら一発食ってきて、それがキロはなかったけど、まあ、当時霞ヶ浦でキロがあんまり出なかったんで800か900ぐらいあって、それで単日3位っていうウェイト出したことが一度あります。まあ、G クランクでそういうちょっと思い出があって、そのネロネロ泳ぐ系のクランクベイト、そのネロネロっていうとちょっとスローピッチってわけではないんですよ。ハイピッチとネロネロ系っていう、ちょっとまあイメージ的に伝わりにくいかもしれないんですけど、まあ、そういうクランクベイトって実際僕の中でも待望なアイテムで、今ちょっと話題に出したルアーはもうすでに僕のタックルボックスに入ってないんで、ちょっと新しいものないかなっていうような。で、まあ、先に出したナックル LD っていうクランクベイトあるじゃないですか。あれはもっともっと中層のルアーです。ブレイクの上をこう完全にリアクションで取ってやるような、そういったルアーなんで完全に使い分けができてくるかなと。ブレイクの上でサスペンドじゃなしに中層でリアクションで食わしたいやつはナックル LD で、ちょっとブレイクの下に差し掛かったところで中層で食わしたいやつはディープ X100 で、ボトムにしっかり当てて食わしたいときはこのスーパー G、まあ、こういった形で使い分けてもらえれば使いどころがはっきりしてくるんじゃないかなと思います。ちなみに、はい、小森さんに昔聞いた、はい、亀山で流れ込みが発生した時のサワガニパターンとかにはいけそうな感じ、はい、それサワガニパターンに落とすこれじゃなくてもいいと思いますね。でも、ね、どうかな、立ち上がりがいいから、カニっぽいサイズ感のシルエットだから、水郷さんはこれサワガニ見えるらしい。いや衝撃だったんだ、なんか流れ出しがあって、はい、でそこにディープ X100 か200かってその時教わったんですけど、はいはい、入れてカニが落ちてきたのもして、はい、結構でかいの亀山とかで、はい、そういうパターンがあるよって教わったの、すごい今でも脳に気分が出るぐらい、ちょっとギュッと入ってほしいんですよ。はい、先行角度がちょっと欲しいんで、はい、こっちだったらいけるかもしれないです。ディープ X シリーズは先行角度があるじゃないですか、はい、でどっちかっていうと、まあ、先行角度はつけれるとは思うんですけど、こっちは先行角度があまりないんで、まあこっちの深く潜る方だったらそのパターンもいけるかなと。ただディープ X200 の方がギュッと入ってくれるから、まあその時の水質にもよるかもしれないですね。ただ立ち上がりはその LBO が入ってるんでものすごくいいですから、その流れ込みにポーンと打って巻き始めた時に潜ってくれないという話にならないんですけど、これはキュッと潜ってくれるとは思います。そういう時はでも、じゃあ、はい、ディープ X200 の LBO とか今の現行機種だったら選んでいく、はい、100の LBO とか、あとバイブレーション、はい、あ、バイブレーションですね、はい、そういったのでいいと思います、はい、わざわざカニパターンに使わなくても多分サンドバーの前上を巻いてもらえると多分釣れると思います。実際亀山ダムのね、シャロフラットの上っていうのは結構僕もクランクベイトでかっこいい、よく釣ってるんで、まあ、そういったところにも投入していきたいなと思います。まあ何よりもこのルアーが一番僕の使いどころがあるなと思うのは、レイダウンの周り竹が倒れてるところとかでも竹に当ててやる感じで使ってやればいいんじゃないかなと思います。よくね、まあ、ちっちゃめのクランクベイト、ピッチングで竹の隙間とかに入れていく釣りっていうのがあるんですよ。まあ、そういった釣りに向いてるんじゃないかと思いますよ。はい、クランクベイトはこれでいけるなと思います。まあ、サイズ感もこれどれぐらいのサイズ感っていうと、リープこれ100の LBO2 で、これが今回の G クランク、100よりちょっと小ぶりですよね。まあかなり小ぶりです。で、アイバイアイよりもちょっと濃い。で、まあ、アイバイアイとの完全な使い分けは、アイバイアイの方が動きがタイトです。こうやって後ろから見てもらうと、こういう動き、タイトな動き。
どっちかっていうとこの G クランクの方がクランクな動き、ものすごくこういう動き、クラシカルなクランクの動きをします。まあクランクベイトって本当いろんな種類があって、いろんなアクションがあって、いろんな、まあ、ものがあるんですけど、メガバスっていうメーカーが、まあ、ディープ X100 っていう、まあ、僕はかなりディープ X100 で上位に入ったことがあるんで、実際ポールサクラシックでも、まあ、準優勝した時はディープ X100 だったんで、まあ、そういった結果を残してきたルアーを、まあ、手掛けてきたメーカーが、まあ、30年かけて原点に戻ったっていうルアーだから、これは僕は信用していいと思います。正直クランクベイト小森作り作りなさいって言われたら、形は分かりますよ。形とか水の受け方は僕は語れます。でも中のこの何ていうか内部構造は正直これやりだすとキリがないと思ってるんですよ。自分で結論が出ないです。どっちがいいのか上から見てるじゃ分かんないから。でもそういったやっぱ結論っていうのは、まあ、膨大なデータと実績と作ってきた経験、こういったのがなければできないわけで、形はできても中身はやっぱりできない。ここがものすごくやっぱ完成されてる、その結論が出てるのかなと思います。こいつはかなりの期待があります。 PO は結構高いですか。僕はねこれで、ね、伊藤社長と本当、まあ話は何時間もしたことあるんですけど、釣りは本当数時間しかしたこともないんですよ。まあ当然僕も実績があって、そのやっぱり譲れない部分もある。でも譲れる部分もいっぱいあるんですよ。逆に言ってしまえばもっと知りたいことがいっぱいあるから。さっきも言った通り形は僕も作れます。水の受けも考えられます。内部構造はできません。ルアーが作れないっていうのはそういうことです。あと色もこんな綺麗に塗れません。これはまあ技術の問題ですけどね。こういうクランクベイトで、こう今このクランクベイトどうしたらいいかな、これはいくらでもアドバイスできるんですよ。だけどゼロベースで小型クランクを作ろうと思うんだけどって言われても作ってくださいとしか言えないじゃないですか。でそういうまあ面もあって、聞きたいことはいっぱいあるんですよ。だから今回ちょっといろいろ聞いてみようと思って、アワーついた時にいろいろ質問をぶつけたんですけどね。でまあ返ってきた答えはここではちょっと言えないぐらい的確かつ答えでもあるし、じゃあバスがクランクベイトのどこを見て、まあ、スピナーベイトの共通することだとか言うんですけど、最後に口を使う瞬間は何か、それがやっぱ伊藤社長ね、海のこともよく知ってるんで、もともとやっぱりその遠州に生まれてるっていうのもあって、海のことほんとよく知っていて、魚の泳ぐスピードってことに対してもものすごく知識があるんですよね。でワームとかならわかるじゃないですか。こうやってバスが見に来てバクってする、見ないで食わないで周り泳いでるシーンとか見たことある方多いと思うんですよ。だけどルアーがバーッと泳いでるバスが判断してるかしてないかっていうことって、これ一つとっても大きな議論になってしまうぐらいみんな分かってないじゃないですか。実際バスで聞いたわけじゃないですからね。これも的確な答えをもらったんです。そのスピードの中でバスが何を見て追っかけてきたり、何を見て追っかけなかったり、そして何を見て口を使って、何を持って最後口を使うのをやめるか、これに関してはいろんな考え方がある中で、伊藤社長の考え方っていうのはその通りだろうなって思うぐらい聞いてて、それをじゃあ打ち消す逆の論理が見つからなかったんです。論破できなかったです。僕も違うっていう説を立てても論破できない。だからこれを受け入れようと思った意見があったんです。それは何かって言われるとなかなかちょっと言えないです。これは言えないなと。多分これはメガバスルアー作りの原点にあるのかもしれないし、あるいはこれからもっともっとそういったものに近いルアー出てくるのかもしれないなと思います。なぜならこれなんで言えないかというと、ね、浜松さんだけ聞いたんですけど、この間トークショーの前にこれ言っていいですかって言ったら濁すされて、舞台で結局その話しなかったんで、あこれはやっぱ言えないんだ、ここまで言っちゃうとやっぱりダメなんだっていうぐらい、すっごい単純なことなんだけど、あでもさすがにそうなんだろうなって僕が聞いてて、あーって思ったもんな。コンクルージョンですよこれすごい話を聞けたなと思って、でもまあなるほどっていう面があって、はい、まあそんな感じでスーパー G プロジェクトとして、まあ自分も引き継いで、まあ、一緒にやっていくことになりまして、まあ今後このルアー、まあ、これかなりね僕の実は意見もアイデアももちろん入ってます。サイズ感であったりとか、どういったところでどうやって使うのか、これに関しては分かってもらってると思うんですよね。でそこに合わせてやっぱ作ってくれた。でやっぱまあ僕自身の持ってきた、フィールドの経験、それから実績、そういったものをやっぱり、形にしていく、していってもらってる、まあ、その一つの、まあ、結論だと思うので、